それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日はですね、本当に朝からずっと雨が降っていて、今日も児童公園に行けなくて、でも最近今週は全然児童公園に行けなくて、すみれさんのお友達も、もう今日も児童公園に行けないなんて朝から言ってるんですけど、今日はホールで2歳児さんから年長さんまでみんな集まって練習したんですね。で、初めてホールでその全員で揃って練習したので、もう最初私もハラハラドキドキしてたんです。いや、ちょっとどうかなって。しかもすごく退場の用意が、その退場の仕方がすみれさんすごく苦手で、お部屋でもいっぱい練習してたんですね。で、あ、今日はでも退場しないかなと思ったんですけど、退場の用意でこう菊さんにすみれさんはこうギュッてこう横に移動するんです。なんか縦の関係、整列一列に並ぶときはすごく早くて、なんか覚えてくれてるんですけど、その縦の意識が強すぎるせいで横にこう向いてこうやって走っていけないんですよね。なんかみんなとりあえず一回前に来てから横に移動するみたいな感じがあったんですけど、ちょっとみんなって体重の用意をするときはそうじゃなくて、そのまま横に向いてまっすぐ走っていくんだよなんて言って、お部屋でもすごい練習してたんですね。まあ、その様子をですね、花尾先生も見てくださって、もうたくさん褒めていただいて、もうすみれさんもすごい気分が上がってたんです。で、今日ホールに移動する前に、みんな今日体重の用意あるかもしれないから、お部屋でいつも練習してるからあれ頑張ろうねって言って、今日いよいよその体重の用意ピーって吹いたら、みんなちゃんと横に行ってくれたんです。もうそれがすごい嬉しかったです。はい、本番に向けてもなんかもう少し子どもたち今日のではなんか納得いかなかったみたいなので、まだまだちょっと練習をしながら、本番もねバッチリ決められるようにしていきたいと思います。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。